どうも、三沢です。エアライドゆっくり実況ご視聴ありがとうございます。もうカービィのカラーだけで特定可能な領域に達した人は常連さんに違いないです。ありがとうございます。おま、ちょ、スターボールの破壊早すぎるだろ。ツッチーよ、開幕で挨拶なしとはグレーだぞ。あ、うん、おなじみのツッチーです。さて今回はどのような試合になるのでしょうか。僕はそろそろやられ役を卒業したいものです。ちょっとは自覚あるんだな。やられ役っての。10回に1回は僕負けてるだろうし、もう完全にやられ役だもんね。裏話だけど、4人でやった時お前他の新人プレイヤーにすら勝てなかったもんな。あれは、うん、まあね。まあそんな耳が痛い話は置いといて、なんで僕イリーバイクに乗ったんだろう。あ、本当だ。珍しいなお前がバイクに乗るなんて。たまにレックスの兄貴に乗ってるからか知らんが、ちょっとバイクに抵抗がなくなってきたのかも。いいことだなそや、マシンの乗れる範囲が広くなるのはいいことだぞ。その分、過去の愛車に乗らなくなってしまうのはよくある話である。マジでわかる。ウィングスターやウィリースクーター、ヘッドを愛車だと言ってた頃が私にもありました。わかる。実を言うと最近僕もスリックの魅力が、いまいちって感じなんだ。え、お前からスリック取ったら何が残るって言うんだ。うわ、今のめっちゃ傷ついた。マジで傷ついたわ。もういい、デビルに八つ当たりするわ。ああ、それ乗ろうと思ってたのに。よし、ついでにちょっとした嫌がらせもできた。ラッキーだ。ははは、まあ小さいことは置いといてやるよ。んで、お前は壊されるのと破壊されるのとどっちがいい？そりゃ破壊って言ったらひどいイメージもあるし、お手柔らかに壊される方が。ってお前めっちゃ根に持ってるよね。何が小さいこと置いとくだ。置いてないよ。むしろ小さいのはお前の器だよ。私通話は壮大だって言われてるぐらいだぞ。夢の中で。ダメだこいつ早くなんとかしないと。まあ冗談はさておき、あれから何も進展がないな。平和で何よりだろ。生ぬるい。こんな地味な試合なんて面白くもない。何も起きないのなら起こすまで、ここで一句。起きぬなら、起こしてみせよう。大事件。三沢心の俳句。さらっと坊丸子ちゃんのじいさんみたいに言ってんじゃねえよ。なんて騒動なやつだ。この街はな、トラブルはつきもの。周りみんな敵だ。味方なんていない。よく覚えておけ。よくわかったぜ。おう梅干し逃げてんじゃねえよ。ははは、楽しそうだな。私も混ぜてくれよ。帰ってくれ。そう遠慮すんなって。わしとお前の仲沿い。アニカビのデデデかよねえ。アニメカービィのデデデ陛下、多分一番好きだわ。さらっとターボぶっ壊したなお前。よーツッチー、乱闘しようぜ。野球しようぜ。敵なノリで近づくんじゃねえ。危ねえだろう。というかついてくんな。今日のお昼ご飯は焼きそばです。日清焼きそばうまいよな。 UFO うまかったな。って焼きそばだか焼きサバだか知らんが今はどうでもいいだろ。焼きそばだよ。焼きそば。なぜそこを強調する。ほら焼きサバの話してたらパーツ出てきたよ。まったくだよ。こっちにも出てきたわ。こやぁ、死人が出るな。うむ、誰かが死ぬな。私の予想だと、バイク乗ってる黄色の玉がくたばるだろうな。おいしいピーテネ何すんだこら。すげえな私の予言当たってるよ。いや当たらないから。ふおおお、誰が爆弾仕掛けたやつは。ツッチー、すっごい死亡フラグ立ってるぞ。私の予言から逃れそうにないな。いやそんなバカな。占いや予言ってのはな、起きそうになければ、占った側が強引に起こせばいいだけの話だ。なんという詐欺。あれか、あなたは今日階段から落ちます。って予言したら後ろから突き飛ばして階段から落とす的な。まあ大体そんな感じだ。要は、誰かが死ぬというお前の予言は、誰も死にそうになければ自分から誰かを破壊しに行けばいい。って言いたいんだな。そういうことを。どういうことを。早く終わってくれねえかなこのイベント。終盤に来られると面倒い。序盤のライトの時ならありがたいんだけどね。強化していると早すぎて制御ができない。やっと終わったか。とにかく僕はこの少ない体力をどうにかしなければ。そうだ、あそこにあるデビルにでも乗ろう。デビルか、こや私も舐めてかかったらひとたまりもないな。あ、これ僕が攻撃したデビルか。道理で体力減ってると思ったら。自業自得だな。まあいいや、三沢がライトのうちにパーツ分取っとくかな。兄貴とかに乗られたら手がつけれなくなるし。それは戦線布告と見た。乱闘の匂いに嗅ぎつけてきたぜ。バカめ僕のデビルにかなうわけが。
か。私のダメージだ。お前デビルなのにだらしねえぞ。違うよ。だって今の横からお前攻撃してきたろ。いやいや、どう見ても正面衝突だったぞ今の。いや、横からだって。正面だったらお前無傷なわけないし、勝てるわけないだろ。おう、リプレイ撮ってるから証拠ならいくらでもあるぞ。見苦しいぞ、素直に負けを認めなさい。くそ、絶対正面からだったら勝ってたのに。ちなみに証拠映像、これをどう見るかは人にもよるので私からは何も言いません。お、最後のパーツ来たこれ。あ、もう終わりだ。ハイドラによるのちょっと久々かも。さーて、破壊者のみがやれることを一挙やったるか。あいつ無敵化してるぞ。無理ぽ。まあなんだ、やるからには徹底的。もう容赦なくぶちのめしていくからな、これからは。今まではちょっと手抜いてたってことか。自重してただけだ。オーイング逃げんじゃねえよ。諦めろ、お前はもう死んでいる。逃すかー。あれ、ワークパネルに乗っかったら何かにぶつかった。飛んで火にいる夏の金玉、ついでにお前もぶっ壊してやんよ。そう簡単に壊されてたまるかってんだ。ハイドラから逃れられるとでも。もちろんさ、現にいつもやってる奴がいるではないか。アバヨトッツアン。アバヨツッツ、いっぱいアイテム出てきたな。勝てなかった。やっぱりハイドラ強いな。おいおい、まるで性能の差で負けたみたいな言い方じゃないか。大体そうだろ。まあな。さて、次は CP を潰しに行くか。どっちのバイクに乗ろうかな。ここは動きやすさを求めて普通のバイクに乗るか。うわ、出たよクソイベント。実況やってなかったらただの迷惑極まりないイベントだよな。おう、ったバレや CP。 クソイベ終わるまでこいついじめるか。前回の恨みじゃー。オラ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 。上画面が非常にうるさい。カモン、ワープスター。さて、ツッチーがマシンに乗ったみたいだし発進するか。乗るまで待っててくれたのは嬉しいが、できたら来ないでほしいな。嫌なこった。お前が折れるまでぶち壊すのをやめない。まただよ。何度目だよお前にマシン壊されるの。そういや、偽物アイテムってスピンの無敵で回避できるんだよね。そうなのか。でもタイミングがシビアだろうな。まあな、だから無敵化してるマシンが偽物とっても何も起こらないんだよな。せやから、せっかくだし試してみようか。中国産業ザクっても何も起こんないぞ。今のであいつが無敵化してることがよくわかった。近づかないようにしとこう。知ってるか、お前が近づこうとしなくとも私からはいくらでも接近できるんだぜ。やめろー、僕の二代目はゴンザ。うわぁ、あと数秒だったのに。うおぉ、飛んでるー。うわぁ、すげぇ飛んだわ。これで前回の恨みは晴らしたのか、な。あ、でも三倍返しって言ってたし、こんなんじゃまだまだだよね。いや、もう十分だから。みんなライトか、ジュルリ。別ゲーになるだろうな、これ。違う意味のバトルロイヤルになりそうだな。無理だとわかっていても、奴の妨害をしたい。どうせ負けるんだ。華麗に散ってやる。プラズマでガンガン倒してくれ。痛い。いいぞこれ。ごめん、別に私お前倒す気は一切なかった。プラズマの流れが目に当たったんだな。わかってる。お前は純粋に楽しんでいるんだな。まあな、ロイヤル1だと、プラズマの3段目のチャージ弾がめっちゃ強いんだよね。というか CP あれ死にかけじゃね。そうなの。せっかくだし、ぶっ壊してやろうぜ。ぶっ壊したぜ。こうなってくると、全員リタイアさせたくなってきたわ。おうやれやれ、そっちのが見てておもろいわ。どこ行った最後のやつ。梅干しお前か、生き残ってるの。逃さんぞ。血の果てまで追いそうだな、三沢のやつ。おう、怖い怖い。血の果てまで追ってやりたいが、時間という名のリミットがだな。あと10秒か、頑張れや。ニードル来た、これで勝つる。くそ、なんて逃げ足の速いやつだ。追い負けや。だ、タイムリミットが。チックショー。焼きそばー。残念、ここで終わりか。倒せなかった。ちょ、並木に私梅干しに負けてんじゃん。 CP ってやたらと強いよね。バトルロイヤル編に強いよな。さて、今回はここで終わりですが、この後はおまけです。このバーサスデデデなんですが、デデデ陛下がチートを使い倒すのが不可能になってやけになった三沢が、本気で僕を殺しにかかってきました。そのチートとやらが無敵化です。本来倒される役のボスが無敵化なんて攻略不能のクソゲーものです。どんだけ殴ろうとしても全て弾かれる。明らかに当たってるのに効いていない。もうこれチートだよね。ボスが無敵化イコール攻略不可能イコール敗北。なんでや、そんなのチートや。お前チーターやろそんなの。もういい、前パートの恨み込めてお前リンチしてやる。バカやね、落ち着け。あと30秒もそんなことする気かお前は。ちょっと落ち着いたかと思ったらこれだよ。攻撃をやめろって意味だよ。マジで死ぬ。いや、マシン破壊前にカービィが死んじゃう。やめて、金玉のライフはもうゼロよ。
あと音もうるさいし、やっと落ち着いたか。うわぁ、なんでそこでスピンに変えるの。やめて、もっとひどいからそれ。ちょ、ニードルまでんな。やるならデデデにやってくれ。僕をサンドバッグにしないでくれ。だからやめろっつってんだろ。さっきからゲーコンの振動がすごくて手がかゆいんだよ。もう十分だろ。これ3倍どころの仕返しじゃないだろ。結局タイムアップ直前までこいつやりやがった。これで前回の仕返しもたっぷりしたんで、おあいこだろ。ツッチー。明らかに僕損してるよ。時間も迫ってるので、このあたりで、次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。